全国のプレイヤーの中から選ばれし4チーム12名の精鋭の中から1チーム日本一が決定されます。ギルティギア、イグゼクス、シャープリロード決勝トーナメントファイナルバトルが今スタートします。それではベスト4最初の試合を始めます。準決勝第1試合、出場チームの入場です。ワンピーのチーム、このすごい OFC コールをかけている。誰が一体誰なんだ。ファースト使いは確か一人だけだったはずだが、なぜ見してくれた。続いて 2B チームです。ゲームエリア、アミューズメントステージ、ボビー代表、トラブルメーカーシャロー。話聞きましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、では一言お願いします。ちょっと相手チームがね、美味しすぎるんで、俺たち普通でちょっとね、負け気味かなって感じですよね。負け気味はそこは実力で、戦いで返してください。そして一言お願いします。余裕です。余裕です。それではこれから戦い見せてもらいましょう。この2チームが戦います。さあ、オーゲームファイナル、本当にこれが最後です。準決勝まだ第1試合、ワンピー側チーム大川ファンクラブ OFC 対スーピー側トラブルメーカーシャロン。トラブルメーカーシャロン側は先方マツリア、対する OFC 先方 HH のリリー。これ合わせたらまたまた攻める。 HH 早めのバスト、お互い早めにバストを打ち、コースが入れ替わる。さあ、まずはマツが攻める。いい感じに攻めてガナジー、おーっとストライ。さあ、マツが人形して HH が追う形。デッドアングル、ボケ攻め、ブーランヒット。ラストで転ばして足で固める。おっとダッシュ投げ、出てコンボ。どう見ていた、ナイスガード。ダッドヒット、流れが変わる。カードは何かも髪の毛刺さった。さすが一本選手、ダンシリピカ投げに行って、さあここでダンシリピカ刻み込む。まず対する HH はちょっと抑え込まれてくるし、さあなんとかなんとか息を吹かしたいところ。さあ後ろに残るチームメイトのためにも前方戦を制してチームメイトの差を軽くしたい、その思いが届くか。 HH 汗固めていい形に持っていく。ダッシュ投げ、 DG の得意ボタン。これが決まれば相手の体力あっという間になる。きれいに決まってフルセット。さあ、勝った方が先手は待つか。おっとプッとピンバスが投げ、位置を入れ替えてしっかりと拾う。またまた拾って決まった。さあ、前方戦勝ったのはトラブルメーカーサロン先方マツミリア。さあ、OFC 決まって、中継決まってますね。早速どんどん行きたいと思います。
中堅出てきたのはやはりパーティスト先生は温存現役人のどこかい。定評通り正確なコンボ精度で結構 HH をまずは下したマルシリア。現在となるこの試合、ここは大きなターニングポイントとなるのは明白。さあなんとしても OFC 終点ロボカイ、ここはトラブルメーカーサーロンの進行を止めたところ、イカスガメハビーマッツミリアのコンボがひよく、さあ切り返してアオバフカヒ、お互いのアクは1回ずつ押す。ここから中段ヒットからエムラプレイコンボショーが始まる。17、18、今起き上がりをもうちょっと待ってて様子を見て、さあ様子をじっくり伺って、中段ヒットロマンキャンセルから、おっと倒し、マッツが一本選手2試合目を勝って気が楽になったか、動きが軽い、この試合が続く。アバスト、どんな受けが入り、まあお互い取ってワンチャンスを狙う、さあ来たよ、さあ待ってりゃうまい、相手のランプを誘ってそこを狙い撃ち、サンループ正確な攻めが続く。さあ追い込まれたゲージ取り返したいところ、ここで水谷勝った。さあこれは体力差あるものまだまだわからない、さあゲージ飛ばすと引っ張り込み、どうなる、ズレだ、マツミリア絶好調。ここの土壇場準決勝に来て小川ファンクラブ OFC を煮立て、さあ残りはただ一人、本日もはや立役者、この盛り上がりの立役者といっても過言ではない、ネタの仕込みもバッチリです。ファウストにカーソルを合わせて選んでもらいましょう。準備ができたらボタン押して、なりました、ザンビー側 OFC 大将パッチファウスト、さあ 2P 側マツミリア先方三立てなるか、まずはマツミリア動きが軽い、前ハイして締めて壊し当たった、そのままナイスカード、さあマツが抑え込まれている、おっとありえない方向にかい飛んだが、ずっと手玉マツミリアに先にピンチをかけた、凹凸して中段から凹凸が続く、この光景はまるでゼックスのよう、足からファウストが凹凸逃げたが、逃げたが攻めが続く、いかんしきょうパーティストは粘り強いぞ、まだまだよ、バーストたまったのもつかの間、勢いで押し込んで松のミリアが3打でストレート、決勝へ進出を決めたのは 2P がトラブルメーカーシャロン、おめでとう、見事勝利を収めましたトラブルメーカーシャロンに大きな拍手をお願いします。